おっす、オラルイージ。全員潰す。クリボーを一体。迷子の迷子のクリボーさん、なんか前そんなようなステージやったぞ。あれはセルフ迷子だったけど、今回は自発的迷子。迷子だ、僕なんか俺、幻聴が見えたよ。幻聴じゃねえや。幻覚が見えて、目の前にクリボーがいて、なんでこのステージと思ったけど、頑張りましょう。あちなみにこの部屋 S 隊しかいないんで、勝ったら激美味しい。マジで S ランク、一時期絶望的だったけど、まだ狙ってたの。後ろから狂気持ってるマリオが。戻ってくる。で、こんな簡単なところに、クリボーが、あら、マリオ！まだ全然勝負は始まったばっかり。なんか、後ろ待って、これ土管に入るか。いや、まあ、クリボーを探せだから、まあ、何でしたっけ、昔流行った、なんとかを探せ、ウォッチーを探せみたいな。忘れたわ、あいつの名前。土管に入る。さあ、でも、地下にクリボー、地下にクリボーの生息地はないと知ってるから、矢印を信じるか、土管に入るかの二択だったか。いや、これこっちに行ってよかったか。さあ、危なかった、俺。直にヒップトップしたけど、これルイージの走り方決め、ルイージの走り方決め、走る。さあこの時にクリボーが決められているそうな雰囲気に漂ってるけど、どうだろうか。ちなみに現在のレッドは3720ぐらいです。あ、待て、いやこれはピンポンなんで、ビルダーズマリオ、ビルダーズマリオがある。いや待って、ビルダーズマリオがあるとか、どっかに殴れるとこあった、殴れるとこを、まず殴って、そこの先にクリボーがいる。あ、待って待って、殴れるとこあった。でも今のところ違うか。待って、今のところ違うわ。ここから来たもんな、これ。あ、ここか？違う。ここで一回じゃあ戻るのか。赤いとこ戻って、もう一回スターを獲得して、そこの先で、わかった。すべてが整った、俺の中で。俺まだ下にさ、スターで残ってるね。スターなかったら俺のビルダーで、おー、危ねえ、危ねえ。で、ルイージは肝走りを見せていく。一概双方。いや、そ、いたわ、クリボーとか。なんで俺さっき見えなかったの、あいつの存在。全然いるじゃん、ここに。いや、問題は、この先、ゴールがどっかわかんない。じゃ、まず、悪いクリボーを奪い取る。さあ、俺の T シャツ姿、まさかこの先、もしかして、ゴールだったりするのでは？ゴールだったり？ちょっとこれ、対戦ありがとうございましたの、余裕の笑みさえ浮かべられる状況なんですが。はーい、これ、棚からまた、やっぱ最初に、初動失敗しても最初に勝てばよかろうなのな。なんか、まだ、続いてるのがちょっと怖いんだが。ここで、死ぬようなピョンチューと一緒に、跳ねてゆくー！シャルビーダンスピョンツーオブザ、対戦ありがとうございました。挟んじゃっていいっすか、自分。あぶらぶら、スタートが余計なことしてる。おーし、対戦ありがとうございました。ソニックってことは早い。ソニックやったことないね。ソニックアドベンチャーっていうなんかチャオズみたいなの育てるやつはね、すげえ楽しそうだなと思いつつ、友達の家で友達がやってるみたいけど、モグラ、ソニックってハリモグラだっけ、ハリネズミか。だからなんかレートはもうちょっとで S ランクいけそうって時に負けが来るから、あ、これソニックの、ん？やばい、俺、明らかに。そういえば、ソニックで思い出しましたけど、なんか海外かなんかで、ソニックを実写版映画にしたら、なんか制作者がガチ切れ案件になってしまって、なんかソニックは、白い手袋を巻いてるはずなのに、なんかその白い手袋の部分まで、白い毛にされていて、それはね、大変憤慨であると。そういうの、なんかアニメ系とかゲーム系を実写にして、ろくな目に遭ってるところを見たことない。なんだろうな、アニメよりも、あ、じゃあなんかまず漫画をアニメにするのに成功する可能性が全然ないんですよ。で、漫画からアニメになって成功したためとかは、まあ、例えば、なんだろうな、進撃の巨人とかは言うて、アニメでも面白かったけど、まあ、フェイトとか、まあ、あれはゲームをあれにしたタイプだけど、で、そういうパターン、たまに成功あるんですけど、実写にして成功、なかなか見ないですよね。まあ、なんか、名探偵ピカチュウとか、そういうのは、なんか俺は個人的には面白いと思ったんですけど、まあ、やっぱいかんせんね、原作の雰囲気を崩してしまうというか、やっぱりそういうファンの方からしたら、憤慨に感じられてしまうのかなって、僕は思います。何やってんだ、あいつらは！本当に何してんの、こっちは。ま、俺、あそこで200秒ぐらい待ったけど。あ、取って、やっと見出してくれた。で、俺のいいじゃん。あ、おう、なんかこんだけ、何もしなかったら、あげく俺が取るっていう。しかも取られる。ねえ、マリオ、許さんよ。まあ、ほんと許さん。早く。いや、これは、どうするのが正解だ、俺。考えろ、冷静に。一旦、マリオを、地上に、あ、待って、新たなやつが来たことによって、取り返して、でも、あそこに、行けそう、何か爆音機、いける、爆音機でもいける、これ。すいません、瞬時に、着地の瞬間に入ればいける。あ、来た、はい、ゴール外したアドバンスウォーエア、なんか、シンプルにさ、マリオメーカーの実況のサムネとタイトルが、もうネタ切れにネタ切れを重ね、まあ、俺みたいに一生バトルモードやってるやつもそうそういないだろうから、なんなら俺もクリア率 0.何%とかさ、なんか、全自動マリオとか、オトマリオとかやりてえよ。やりたいがために、俺は S ランクになって、もう二度とバトルモードがやんなくていいのに。
まあでも S、S ランクになったら、どうせ S プラスになるとか言われるんだろうけど、俺が S プラスになれるようなことは今後一切ないだろうから。待って、これは、冷静にあいつらが飛んでくるところを、待って、協力しないと、キノピコがいっぱい、あ、ごめんごめん、俺も第二の戦に進めた。ありがとう。あいつらどうやって帰ってくるんだろう。キノピコと俺のタイマー勝負だった、これ。確実に、ね、キノピコ早すぎる。あいつが行った後、どっちに行ったんだ、これわかんねえな。基本的にマリオは、あ、違うわ、これあれだ。この青い、どこの中にあるんだ。ちょっと察しが遅かった。がしかし、まだ、キノピコがあそこに捕らえる。あいつが一回、あいつは未知の領域を行ってるけど、あいつが死なずに行ってるってことは、まあ、この時死ぬようなギミックはない。あいつだからちょっとブレーキをかけながら行ってるんですよ。だけど俺は全力、全速全身だと。全速全身で、奴を追いかけることができる。ありがとう、キノピコ。お前のおかげで俺は、強くなれる。あそこにある奴が正義か。いや、待て。早いな、あいつ。なんか、後ろのマリオにも追いつかれる始末。どうやって来たんだ、そもそもあいつは。ただ右に流れていく。わからん。エフェクトが激しくて、ついにマリオに追いつかれる。追いつかれるが、逆に差を広げていくのが、MKR! はい、先に入られた。まだ途中ゴール。まだ途中ゴールだけど、イエーイと。さあ、ちょ、待て、マリオの後追いになってます、このままだと。キノピコが、マジで見えねえ。マリオどんなとこ入ってよかったの、これ。わからんよ、場所が。待って、あいつもしかして迷子か、キノピコ。俺の方が早いんだよ、これ。もしかしたら俺が頂点。おしかしたら俺が頂点ない、まあ、これ俺が頂点だ。途中ラック俺の名前しかない。で、あいつは、倒さないと信じて、俺は、いや、待って、なんだ、わかった。次、これ、あいつが爆発するタイミングで変わる。いける。で、ここ、はい、間に合った。ゴールだ。どこだ、どこかしか興味ない。え、いや、もう、どこかしか興味ない。何事もあれに、上だ、マリオとの1対1、マリオ早い！デストロイ、なんかもう最近、ああいう風に、僅差で負けることが多すぎて、爪の甘さを感じられますね。あ、目の前でゴールされればされるほど、どんどん右乳首が薄まっていく。なんだこれ。あ、待って、ビルダーズマリオがある。取りたい。いい、はい、俺一人の殿下タイム。もうお前ら絶対割ってやんね。お前らそこ自力で割ってこい。俺は先に行くぜ。一発。まだ全然追いつけられない範囲にいます。でもこれ冷静、相手の、相手がすんなり来れる場所を作ってるのと一緒なんで、あざっす。おっぱ、観覧スタイル、オーシャン、ルイージ、クリームシチュー、有田。クリームシチューの、穏やかな方と、有田じゃない方。有田じゃない方の名前がわからない。穏やかな方って言うんだけど。大体クリームシュー、有田のイメージの顔が続いてる。これ、スイッチステージ、戦闘取られたら、もうこのまま終わらせてたらね、もうね、追いつけないんだよね。ちょっとでも差をつけるために、ちょっとね、これ、割とロスター、サンゴ礁、俺のキャラなんだっけ、俺のキャラルイージだよな。ルイージー、キラピコ？よし。なんとか、リカバリー、絶対なると思った、俺今。中間まで来た。青キヨピヨ死んでくれた。じゃあまだトップに踊り咲く、帰り咲く日はまだある。さあ、ウニ水中ステージの、まあ挙動、あれは得意な方を、これ、青キヨピヨ相手緑とかもあると間違えてキノコ踊りに行ったんだ。まあ、あいつ死んで帰っていたってことは、これだけキノコがないときついステージっていうことなんじゃないか。いや、でもこれフラワーがあるから、青キヨピヨ死んでしかも、あいつボーフィッシュ来ない。いや、まあいいだろう。うわぁ、死ぬ、死なないんだ。あ、終わった俺。俺終わった。だけど楽しくねえから、こいつ楽しくて、あ、いいファイヤーが来たよ。いいファイヤーが待ってます。あ、お前も仲間入り。終わりの文明よろしくな。ここで待とうぜ、救世主の帰りってやつ。この全体で踏めるよな。うん、踏めろ。 OKOK。 ちょっと、なんかフグ来た、フグ来てるって。ね、イカも来てる。助けて。やだ、もうやだ。お、ちょ、こうやって青木の病が頑張ってくれてる。お、今よかった。なんか出てきた。はい、マニアー！魂の連打！マニアー！くっそー！マルチプレイヤー、来たー！マルチプレイヤーコース。ちなみに、今のここ15分ぐらいで一気にレート200ぐらい落ちて、もう、心折れ惚れ。左乳首が全ての感覚を失ってしまった男。それ左乳首が今プレイしてるもんな、今。左乳首がプレイしてたらそりゃ勝てねえよっていう。これなんだこれ。あれを奥に飛ばして、いや俺青がいい。俺青でお願いします。さあみんな、準備はいいかい？おい、律儀に、ああ、赤譲ってあげた。優しい。こういうステージがもっと増えてるし、こういうステージにタグをつけれるようにして、そういうステージしかバトルモードに出ないようにするし。さあ、行こうぜ。神の聖戦の始まりだ。対戦よろしくお願いします。行こうぜ！ほぼ同時。一番上が俺だな。一番上だけで分かりやすい。
これ、だって、これ当てる。で、倒す。あ、ヨッシーとあれ違うんだ。なんか俺楽じゃん、こっちの方。こっちの方が絶対楽じゃん、俺。ヨッシーよりも、こっちの方が楽。いや、待って、これに倒さないといけない。倒す。倒して。まだ俺の他に、この戦線に参加したやついる。すいません、待って、待って、これ。なんだ。やばい。行かなきゃ。よし、間に合った。間に合って、次の行き先。ゴール！よっしゃー！俺こういうステージ得意なんだな、なんか。マリオカートジャンプ、しかも10枚コイン。マリオカート、多分4台あって、4台。1台はやだ。4台ないと、マリオカートとして、してんだ。やべ、1台知らなかった、そもそも。10枚コインね、これはじゃあ、いいや、先頭走ろう。とりあえず、ね、先頭走る2人で行こう。まず、あれ、キョピョン行って、あそこでカートがあるか、まあ、これはカートを取り合って、あそこで、ウラの人よりも、すぐさま先に行って10枚コイン、まず1枚10枚コインあった。この10枚コインはもう取っとこう。後から俺が奥にある10枚コイン取っても、こいつ待って、壊れかけのレディを、壊れかけの、あと1回当たったら爆発してしまうカートに身を任せ、はい爆発。お前のカート取ってやろうか。待って、あいつ、いや待って、一緒に取った。で、違くね？あってる、取って。あ、なるほど、ここにこれがあって、みたいな。こういう感じ。で、俺の予想が正しければ、あ、なるほど、これ上側いける。じゃ、ここで争ってるふりして、上を目指すのもあり。さあ、だからマリオがとりあえず入る、待つか、この中に。マリオとほぼ同時に入っていく。で、先はこう置いてかないでくれ。あのドッセルの出方はちょっと不幸中の不幸なので、まあ、どうしようもないということで、まあどうしよう、まあ、ここに行こう。なるほどね、ここに。あ、待て悪魔のひらめき。いや、もうとかもう俺はもう俺は悪魔になるしかない。ここでもうこう、え、どこだ。実験、あ、踏める。たぶん、まんまりここで、結構、邪魔するな、いらっしゃる。ここにね、ルイージたるゆえんを見せてるよ、お前。なぜ俺がルイージなのかを証明してやるよ。シップファイト、トゲメット、うわ、めんどくせえ。トゲメット、しかもなんかあいつ、ファイヤーで殺せるんだっけ。何で殺すんだ、トゲメットって。なんか、防ぐよな。基本無敵みたいなイメージあるんだけど、48体、どっかね、スターが落ちてて、そのまま、ご利用していくみたいなシステムかな。あ、オートスクロール、なんか俺もそんな予感がした。あ、これ待って、上、突き取れないタイプ。普通に中取れたいかと思ったけど、マリオはもうジジアの敗北者なんで置いてきていい。さあ置いていく。で、あれか、トゲメット。全員死んだわ。ちょっとね、これ重要なんでね。あれ、トゲメットって青いやつもトゲメットに含まれる。青メットもトゲメットなのこれ。ちょっと待って、パ押して、邪魔して、下から、パウ倒したけど、どうしたの次は。行き先は次の行き先、あっち、もしかして。ここ行けってことなかなか難しいことさせるね。持てないよ、これ。持てないけど。あ、そうやってる、ナイス。これで、だからまだ48体倒してない。すでになんか48体ぐらい倒した感覚あるけど。これ下からだから、おお、はい、俺がこれ上下ゲット。はい、取られた。はい、譲らない。もう絶対譲らない。はい、取り返す。はい、取り返さなかった。はい、もう行かせない。はい、もう絶対先に行かせない。はい、ゴール取り返す。はい、なんかルイージ来た。気持ち悪い。はい、ルイージキモい。はい、ルイージキモい。ルイージがとりあえずキモい。はい、ゴール条件返せ。俺のゴール条件返せ。今すぐ返せ。俺のゴール条件。はい、返してもらった。はい、ルイージキモい。はい、ルイージキモい。はい、もうお前倒さない。絶対倒さない。はい、取り返した。はい、条件、ルイージ。はい、ルイージキモい。はい、ルイージキモい。ルイージキモすぎる。はい、ゴール条件。だってオートスクロール、こいつと連れ合わなきゃいけない。ルイージキモい。あ、これ待ってる。あ、なんか死んだ。一人死んだ。なんで死んだかわかんない。俺一人のバードボール、ラスボスが待ってるぜ。残念だったな。これが俺とお前の差だ。スーパーヒューマン、トヤドラン、XYZ。XYZ、キタビダドラゴンキャノン。これを知ってる人は、かつて、遊戯王をやっていただろう。遊戯王デュエルマスターズで、最近なんか、あのさ、ラグイヤツっていうエースランクの子供、もうあの、名前にラグイヤツっていうのがいたんだよ。もう、名前通りラグイヤツ、なんでラグイヤツのくせにエースランク行ってんだよ。もう過去最高。決めるわ。こういう試合、勝った、どうしよう、溢れる、急に溢れる、これ目の前に多分あれが降ってくるだろう。金槌マリオ降ってくるでしょ。ハンマージュース。ラグを操ってんだ、これマジ。グー。ちょっと待って、ま、3、2、1の段階なのに、まだスタートしてないのにスタートしてんだけど。なんだこれ、じゃあ俺が取った、やばいって、これ、やばい。まだスタートって なってない。スタートしてないのに、ボタンがードラームーンドラー、やってられっかよ、こんなのやってられ、おお、そうでした。ラグいやつってやつがいいんだよ、ラグいやつ。ふざけんなよ。
おお、急に速くなった。上にドッツンたちが眠っているよ。どうするべきか。俺に残された手段は後ろでなんか愚かに取り合いしてるやつら。これともラグを操んな、マジで。ドッツンが動き出しそう。あー、イライラする。イライラの向こう側。これちょっと待って待って待って、これなんか待って、ドッツンが上から降ってくるっていうのが分かったので、一旦僕は後ろに下がります。どうやって、違う、ローリングじゃなくて、ローリングじゃなくて、結構。やーれーれーれー !3 倍速でいいぐらいだ、これもう。なんでこれ、駒送りの戦い。ラグいやつ、ラグいやつ44、お前、気持ち悪いか、気持ち悪い顔しやがって、お前。お疲れ様でしたじゃねえんだよ、お前のせいだろ、どうせ。お前、回線できるやつか、お前ギブアップしろ。お前がギブアップすれば、もう、ギロップこのパンチ見えてる、パンチ見えてる。ルイージ!本当にルイージ!どいつもこいつも一瞬だけ動き出した。いや負けたくねえ、負けたくねえ。これ俺ギブアップしたくねえんだけど、こんなやつに敗北を認めたくない。行くぜ俺は。よしよし、ギブアップした。誰がギブアップした。ギブアップしたのは誰。キノビオじゃねえんだよ、ギブアップ。お前そうやってお前全員をギブアップさせて、お前レート上げてきたのか。おいルイージ最低なやつだよお前は。返せなきゃ返せなきゃ返せなきゃ。もしかしてキノビオが楽だった。ちょ急に。いや待って、間に合うのか、これもしかして。間に合いそうじゃね、間に合う。ちょ、間に合う。そのルイージボコボコにしとけ、マジで。一生出すな、そっから。ルイージ殺そうぜ、マジで一緒に。こいつ、許せねえわ、ほんと。ほんと許せねえ。華麗に返しやがってよ。いや、ダメだ。キノピオがいなくなってもラグビー守るから、結局ルイージのせいだ。ルイージのせいなの変わんねえ。マリオ、俺とお前たちが争ってる前じゃないよな。でも、わかるよね。お、俺ら、すごい、なんか加速してる。いいよいいよ、もう協力プレイしようね、協力プレイ。とにかく来た、悪魔が後ろから悪魔来た。はい、ざまあ見ろで、前に行く。鍵があれだ、鍵を取らなきゃいけないんだ。ちょ、待って、鍵を取るぞ。マリオ、鍵取る、上にあるから。なんか鍵つくよ。よく取った、でかい。お前、よくあれ、あんなから正解見つけたから。あ、待って、てかゴールある。残念だったな、クソルイージが。待って、お前待って、お前